早すぎた埋葬は、エドガー・アーラン・ポーの短編小説。貸し状態などのために死亡と誤認されて、墓の下に生き埋めにされることの恐怖をテーマにしている。19世紀の西洋では、生きたまま埋葬される、恐れが実際にあり、このような公衆の興味を巧みに作品化したものである。1844年、ザ・フィラデルフィア・ダラーニュースペーパー書出。 この作品はなお明かされない語り手の使弁という形をとっている。語り手はまず、小説の主題とするにはあまりにも恐ろしすぎて、使い物にならないということがあるものだ、と語り始める。それは例えば、ロンドンの国史病やリスボン大地震、3、バルテルミの虐殺といったものだが、語り手はそうした集団に降りかかる悲劇に対して、個人としての人間に降りかかる。 普通の中で最も恐ろしいのは、まだ生きているうちに埋葬されてしまうことだとする。続いて、語り手は、医師の誤診などが原因で実際に起こった、生きながらの埋葬のケースをいくつか紹介した後、語り手自身が抱いている、生きながらの埋葬への恐怖を説明する。語り手は仮に、全身硬直症と呼ばれる、原因不明の奇妙な持病を持っていた。 その病は一度発作が起こると昏睡状態となり、全身は硬直し、時にはその状態が何ヶ月も続いて、ほとんど死体と見分けがたいような状態になる。このために生きたまま埋葬されてしまうことへの危惧を強く抱いていた語り手は、友人たちにこの病気を説明して回り、仮にこのような状態に陥っても埋葬を行わないよう、頼み、また万が一のために、 自宅の地下のお骨堂を整備し、そこに空気や光が通るようにし、容易に外に出られるようにしたり、中から外へ合図するための鐘を取り付けたりと、様々な装備を施していた。ある時、語り手は暗く狭い場所で不意に目覚め、すぐに自分が危惧していたように生きながらにして埋葬されてしまったのだと悟る。そして自分が取り付けた装置のことを思い出して、手で暗闇を探るが、 どこにも見つからなかった。ここは自宅の納骨所ではなく、どうやらどこか離れたところに出かけている間に発作が起こり、事情を知らない人々の手によって埋葬されてしまったらしい。語り手が恐怖に駆られて大声を出すと、ほどなく周りから他の人の声が聞こえてきて、語り手はようやくこれまでの経緯を思い出した。自分は友人と共に寮に出かけた先で、 暴風雨に遭い、やむなく近くに停泊していた船の船室で一泊したのだった。狭い寝台に身を差し入れるようにして寝ていたために、自分が看護家の中にいるのだと錯覚したのである。しかしこの出来事の後、語り手は死への恐怖や幻想を捨てることができ、それ以来発作はピタリとやんだ。ポーはこの作品の他にも、ベレニス、アッシャー家の崩壊。 アモンテリアドの酒樽などで、少女の埋葬や、早すぎた、埋葬のテーマを扱っている。生きながら埋葬されることへの恐怖は、土葬が主流であった19世紀の西欧社会には、深く根付いていたもので、ポーはこの題材を選ぶことによって、公衆の興味を引きつけたのである。当時の西欧社会では、医師によって少女が死者と、誤診されるケースが何百とあり、 生きたまま埋葬されてしまうことへの恐れから、作中に登場するような墓の内部から外へ助けを求めることができるようにした装置が実際に考案され、使用されていた。このテーマは、非常に強い関心を持たれていたため、ビクトリアーサ、イギリスでは、少女の埋葬を防止するための協会が組織、されていたほどであった。日中に埋葬された世紀を持つ死体が、夜間に墓から抜け出して、 他の人間を餌食にするというバンパイアの伝説も当時のこのような早すぎた埋葬への人々の恐怖が元になっているところが大きい。もっとも民族学者のパウル・バーバーは実際には腐敗作用の進行によって死体の位置が動いたことが誤認されていることが多く早すぎた埋葬の統計は大きく見積もられすぎているとしている。この物語ではこのような講習の持つ興味を 事実は、小説よりきなりとする語り手を設定することによって、強く引きつける。語り手は、実際の、生きながらの埋葬のケースをいくつも引用することによって、その後に来る話の本筋である。自身の体験談を読者に信じ込ませようとする。語り手は、空虚な生活を送っている。彼は、病が原因で現実を避けながら生きているが、それはまた死に対する幻想、原始。 脅迫関連が原因であるとも言える。彼は現実性を取り戻すが、それはしかし、彼の大きな恐れが半ば実現することによって、初めて可能となるのである。日本語訳は、暴賞説前集3書集の田中誠二郎役、早まった埋葬を参照した。ありがとうございます。